旅路の時期について、ほんと少しだけお話しします。よろしくお願いします。この曲も前奏からして、非常になんかおしゃれな感じというか、もう合唱曲というよりは、もうほぼほぼポップスのノリで始まりますよね。ですので、このような曲を、こう、教科書に書いてあるような図形通り、こう、シャキシャキと、カキカキと、なんか振ってしまっていると、まあ、なんていうか、面白くないって言いますかね。この曲の雰囲気を、ちょっと別のペンキで塗ってしまうような感じになりますから、でこの曲の雰囲気感をしっかり感じながら、こうリズムに乗るというか、このメロディーに乗るというか、そんな感覚をまず指揮者が持ってもらえたらなと思います。もちろんこれは歌う方もなんですけれども、こうなんか気をつけをして歌うような感じではなくて、こう音楽の流れを感じながら、特に言葉一言一言に気持ちを込めながら、まあ、歌ってほしいし、振ってもらえたらなと思います。愛すだろうみたいに最後結構長めの音で伸ばすことが割とあるんですけれども、こういう時はやっぱり左手使うわけですよね。だろうの時にこの左手にしっかり気持ちを乗せること、伸ばしてみたいな、はいみたいな、こう気の乗ってない左手だとなんかはいお金ちょうだいぐらいに見えてしまいますので、ここしっかり響かせましょうっていう、あるいは歌詞の気持ちですね。愛すだろう、愛すだろう、愛しますよ、愛してるんですよっていうような気持ちをこの指先まで乗っけて、あるいはここから放射するような気持ちで、愛すだろうといくと、この声に気持ちが乗るんですよね。それこそが客席に届いていくこの歌の心になりますから、ぜひこう伸ばして指示の時にはいーっていう感じじゃなくて、指先から放射するような気持ちをしっかり持って合図を出してみてください。この手の曲でこうサビの部分でこう気持ちが乗ってくる場面だと、私結構もう両手広げてみんな一緒に歌おうみたいな感じで、どうしてもそういうモーションになってしまうんですけれども、まあ、あれはそのまま真似する必要はありませんし、あなたが感じた、あなたが表現したい音楽の形になってればそれでいいと思います。自分が歌いやすい式が一番いい式ですので、あなたの気持ちが一番乗せられるような、こう頭で考えた動きではなくて、こう心から出てきたモーションでこう触れるように、あるいは歌えるように練習してみてください。以上で終わります。ありがとうございました。さよなら、また会いましょう。どうも。